すごい新人がやってきた。若き刑事の名は宇田川俊。彼は亡きガチ刑事の後輩であり、あの真島巡査の同期でもあった。宇田川は人並み外れた運動神経と数多くの格闘術を持ち合わせ、尊敬するガチの風貌をも彷彿させる姿で颯爽と捜査する。次回、太陽に吠えろ2018ダッシュ刑事登場にご期待ください。最後までご観覧ありがとうございます。これからもどんどん、もしいま動画をアップいたしますので、チャンネル登録お願いいたします。この10のボタンを押してください。そしてこれらの動画もぜひご観覧ください。Facebook ファンサイトへは、@もしいまか、昭和の刑事名作ドラマファンサイトで検索、ご参加ください。